前です。この序盤両チームともまだ探り合いをしているような感じです。パスでつないで攻め込んでいきます。バルセロナ勝負ですね。シュート決まった。先制バルセロナ、先制点はバルセロナ。これは一瞬のスペースを見逃さずプラスの判断ができた結果生まれたゴールと言えますね。いや、パスを受けるタイミングが絶妙でしたよね。